さあ、続きまして世界一長いベンチっていうのね、見に行ってみたいと思います。かっこいいですね。おお、あれ、これは違うのかな。あ、これは違うか。もうすぐなんですけどもね。あ、ここはなかなかいい場所ですね。釣りされてるんでしょうかね。あ、違う、バイクか。世界一長いベンチ、どこだ、これか。道の駅都議海街道、どこにあるんだ世界一長いベンチは。ここって書いてますよね。でもあの上に登るんでしょうかね。ちょっと地図見てみますか、案内板。あ、世界一長いベンチ書いてますね。そこから海に渡った向こう側にあるようですね。止めますか。さあ、現在時刻8時40分。今私こちら、石川県羽咋郡にあります、世界一長いベンチ、サンセットヒルイン、マシホ、マスホ、なんでしょうかね。読み方はわかりませんけども、行ってみましょうかね。この駅はまだ開いてないようですけどもね、すぐそこに、隣ファミリーマートなんで、いつものね、朝のルーティーン、メロンパン買いに行ってましょうかね。あ、A コープも隣あるんですね。いいじゃないですか、今後。さあ、世界一長いベンチで食べるメロンパンはどんな味でしょうかね。またアメリカンドッグまで買っちゃいましたけども。さあ、世界一長いベンチ、全長 460.9m。 そんなあるんですか。 460m ですよ。世界一長いベンチ、全貌やいかに。あれ、これは入っていいんですか。こっちですか。お、これですか。やるじゃないですか。あ、意外とベンチ、あのこういう感じなんですね。あ、すごい、本当に長いですね。メロンパンで指さすなっていうね。すいませんね。あ、ここからってことでしょうかね。あ、すごいですね。あ、テーブルもあるじゃないですか。ちょうどここで食べましょう、コーヒーと。写真撮りますか。さあ、こちらがね、世界一長いベンチでございます。石川県、これ鹿町、鹿町、どちらでしょうかね。こんな感じでね、460m ですよ。すごいですね。そして目の前がね、すごい、あ、綺麗な海ですね、これ。水平線のこのグラデーション加減がね、すごい綺麗ですね。私持っておりますね、やはり晴れ男ですね。気持ちいいそよ風、青い海、青い空、そして世界一長いベンチ、すごいですね。お腹も空いたんで朝ごはんにしますか。最高の眺めじゃないですか、これ。独り占めですよ、これ。誰もいませんよ、日曜日ですけど。気持ちいいじゃありませんか。うん、最高のメロンパンじゃないですか、これ。なんて贅沢な朝食でしょうかね、これ。本当にまだね、午前中なんで、そんなに暑くもなくね、涼しい風でね、しかしスカッと晴れた青空と海で、これ。私すっかり忘れてましたね。この度ずっとね、大きな忘れ物をしていました。今気がつきました。このね、世界一長いベンチでね、世界一長いあれをしたいと思います。さあ、皆さんもうお分かりでしょうかね。私にとってのあれといえばね、あれですよ、あれ。いきますよ。金ちゃん走りです。あ、長かったです。やりました、私世界一長いベンチで世界一長い金ちゃん走りをやってのけました。ギネスブックに載りますでしょうかね、これね。ここ下まで降りて砂浜ね、あ、釣りしてますね。ずっと砂浜をね、歩いていけるみたいですね。てか普通にこれ泳げますね、ここでね。あそこ東屋みたいなのもありますね。あの東屋の日陰に行けばよかった。
何やら穴が開いてますよ。ここにも穴が開いてますよ。これどころね、何が潜っていたんでしょうかね。あ、ここにもありますね。あ、ここにもありますね。カニですかね。何でしょうかね、これ。何が潜ったんでしょうかね。なんとこれ、完璧の母って書いてますね。この完璧マニアの私に、完璧の母ということは、これ私のお母さんでしょうかね、これ。違いますか。さあ、こちらね、石川県なんで、石川県のね、ご当地グルメで、昨日もちらっと検索しましたけどもね、見てみるとね、能登牛、のどぐろ、半トンライス、金沢おでん、金沢カレー、いろいろありますね。能登丼とか、フグとかね、うどん。半トンライスが気になりますね。ケチャップの上に薄焼き玉が乗っている、そのオムライス、そこにフライとタルタルソースが乗っているのが石川県金沢の当地グルメ半トンライスです。これ美味しそうですね。オムライスの上に白身魚とかエビフライとかが乗ってたりするっていうね。半トンライスをね、食べに行ってみましょうか。半トンライスで、ここのキャンプ場、次のね、目的地のキャンプ場までの間にね、こちらレンゲ屋の森っていう、こちら行ってみましょうかね。あ、これですね、半トンライス。さあ、現在時刻10時32分。行けますか。さあ、日本一周ご当地グルメシリーズ。本日は石川県のご当地グルメ、半トンライスを食してみたいと思います。もう、あとね、400メートルでお店に到着しますよ。なんていうお店でしたっけね。あ、これかな。あ、レンゲ屋の森、これですね。あれ？左。パーキング、レンゲ屋の森、こちらですね、書いておりますね。おっと、これはまたもや、あの民家的なやつでしょうかね。お店はどこですか。お店は、あ、中に入っていく感じですね。お店どこですか。パーキングは、これは違います、人のお家ですよね。どこですか、あれですか、これでしょうかね。これ、えらい。車が止まってますけど、大人気のお店ってことでしょうか。砂利道ですね。さあ、到着しました。レンゲ屋の森ですね。石川県鹿島郡になりますね。いや、こちらね、11時オープンのお店で、今11時12分なんですけども、これ、なかなかの人気のお店のようですね。日曜日とはいえ、これは期待が持てますね。Google マップのね、口コミの評価も高かったんですよね。さあ、行ってみましょうか。ではこっちでしょうかね。この奥なんでしょうかね。こっちっぽい。そうですね。先ほどの方もこちら行かれてましたもんね。しかし、これもね、以前行ったお店もそうでしたけど、民家の中っていうか、あ、書いてますね、入り口って。これは知る人ぞ知ると言いますか。ネットで調べないとここまでたどり着けないですよね。口コミとかね、そういうのでないとなかなか。やってます。こういう口なんですよね。これ注文はここにしてからテーブルに、はい、テーブルはどこでもいいんですか。座敷の席でもよろしいですか。どこでもいいですけど。あ、いいですか。あの大きい方の席どうぞ。じゃあこっちで。こっちも決まりになりましたらお出汁と記入していただきまして、はい、口で前払いになりますのでお願いします。あ、はい。座敷の方にね、案内されましたよ。お庭が見えますね。こちらのオーダーシートに記入してから、そういえばね、あの Google にも書いてましたけどね、なんか先に注文してね、生産するっていう、そういうシステムのようですね。レンゲ屋の森へようこそ、先払いでいただきますって書いてますね。なかなか自分でね、このオーダーシートにね、記入するというタイプなのでね。オムライス、オムカツカレー、お子様メニュー、あれ、あれれれれれ、あのご当地シリーズのあれは、あれじゃないみたいですね。あれ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 、残念。そういえばね、この月替わりメニューの中に入ってたんですよね。まあ仕方がないでしょう。
ないということは仕方がない。何にしましょうかね。じゃあおすすめセット、大人様ランチ。大人様ランチ、これわすごい、大人様ランチすごいですね。これナポリタン、パンケーキ10食限定。スープがすごい美味しかったんですよ。マッシュルーム、キノコの入ったスープがねすごい美味しかったですね。もちろんあのねなんとかなんとかっていうあのチキンのやつもすごい美味しかった。あの自家製の甘辛ソースね、あのサラダをねあの自家製のタレつけて食べると美味しかったですよ。さらにつけるもんじゃないのかもしれませんけど。